はい、はい、久々のクイズ企画ということで、お過去何回かやったペヤングのやつ、そうそうそう、私が食べたのは普通のペヤングでしょうか、激辛ペヤングでしょうかってやつか、せーの、大丈夫ですよ僕が食べたのは危険でしょうか普通のでしょうか、あとジョロキア入りたこ焼きを私は何個目に食べたでしょうかクイズとか、あ4つ目ね、いや違う、じゃあとりあえず5個目いくか、なんか溶けてきたんだけど顔が5個目いけるあ、これやばいよこれ今のところ全敗中ってことなんで、そうですね、はい、ポーカーフェイスじゃないんで俺が気づいたんが、あれ汗出るやん結局、そうそうそう、汗バレするやん毎回、あ、そうなんですよ、ね、だから汗出てもいいようなクイズを考えました、おー、めちゃくちゃいい、うん、それが、カラスが今入ってるやつだけど、今僕が書いてる汗はサウナでしょうか激辛でしょうか、おー、うん、もう汗かくの前提、はいはいはい、だ汗バレすることはない、どっちも汗かくからね、そうそうそう、まあ一応カラスが今入ってるのが家サウナってやつ、ね、あ、家サウナってやつですね、うん、あの1回やったやつですね、ああ、で今足元にあんかが、あ、こちらですね、あ、これがね、麻婆豆腐東京のエンマっていう、うん、激辛のやつです、ね、はい、一回あのセクシー女優の相沢みなみさんと撮影した時に食べてたやつで、カブス君の時にはその撮影一番辛かったですね、一番辛かったですね、だからこの扉を閉めて、はいはい、そうそうそう、これ閉めるやんか、はい、でこれ閉めて俺は10分待機してるから、その間サウナに10分入るかサウナに入らず麻婆豆腐を平らげるか、あ、これ、まあ、どっちかってことですか、そうで10分後ここの扉を開いてカブス君の汗の出方を見て、この汗はサウナでかいた汗なのか麻婆豆腐で書いた汗なのかっていうのをドイちゃんが回答するって感じ、おーおーおー、これはちょっといけるんじゃないでドイちゃんどう、いや、これちょっと、いや、余裕かな、オッケー、ちょっと一回見せると、サウナは今この玉みたいなやつから蒸気出てて、そうですね、こっちの後ろにお湯沸かしてるやつ、うん、じゃあ閉めるんで扉、はい、10分サウナ入って出てくるか10分以内にこの麻婆豆腐食って帰ってくるか、まあどっちかってことですね、うん、別にあれで1回目から麻婆豆腐いってもいいから、ああなるほど、とりあえず一応そっちの様子はこれ撮ってるから、はい、麻婆豆腐当てられたらカブスの負け、あ、もうそれで負けなんですね、だって麻婆豆腐1個しかないからさ、あ、そうかそうか、うん、その後何回やってもサウナしかないやんか、あ、そうか、わかりました、土井ちゃんは麻婆豆腐当てたら勝ち、あ、勝ち、あ、わかりました、いいっすか商品とか、ディズニーのじゃあエアチケットで、あまず1回戦、はい、じゃあ10分後、わかりました、はい、じゃあこっち行くか、あ、こっち、こっち、音聞こえすぎるとあれやから、あ、わかりました、確かに、今回はなかなか難しいんじゃない10分待機、あ、10分待機、あ、何時何分今、15時ジャンプです、うん、どうする10分なんか喋る、喋れなって、やめようか、わかりました10分後にジャンプしようか、わかりました、わかりました1分ぐらい経った、お、経ちました、お、30分、あ、はいはい、じゃあ10分経ったということで、お、経ちました、はい、じゃあまず第一ラウンド、はいはいはい、出てきていいよ、この汗はサウナでしょうか激辛でしょうか、サウナ正解です、はいはいはい、はい、そっかああまあまあまあ、はい、かいてるか汗結構ね出たんだよ、次は別にサウナでもいいってことですか、もう一回サウナでもいい、追加の汗ってなったらまた話変わってくるから、あ、はい、一回軽く拭いて、はい、ちょっと待って、絶対負けないんだね、ディズニーチケットかけてかけてるし、うん、はい、じゃあ2回戦いけそう、全然、いや、それ正直あ結構分かりやすい、うわ、全然全然、はい、じゃあまあ、ただサウナって入れば入るほど汗出てくるから、あー、そうですか、汗の量が増えたからサウナじゃないとかじゃないかもしれない、あー、そうそうそう、あ、まあ、今何分、4時、はい、はい、じゃあ52分まで、なんかある喋りたいこと、喋りたいこと特にない、特にじゃあ52分で、ね、あ、ごちそうさまで、あ、全部出しました、じゃあいいよ、あ、うん、あ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 、汗かいてか、あ、そうそう、この汗はサウナでしょうか激辛でしょうか、え、そうだ
正解は。あ、正解です。いや、飲めないと思います。え、汗かいてる？え？あ、でも背中とかかいてるかいてる。あ、本当か。ああ。じゃあ3回戦。3回戦。じゃあどう？今どう？いや、正直、いや、本当にやる気あるのかって感じ。その汗の量。おお。何分今？あ、何分だ。50分。はいはいはい。じゃあ4時5分まで。ああ。なんかあるしゃるだよ。見つかった。見つかった。最近その怪物くんがなんか昔エッチしたってこと、自分終わったんですよ。え、どういうことどういうこと。え、だから怪物くんが昔もう DM 来てエッチしたってこと、自分も会いまして、自分にもちょっと DM 来て、うんうんうん、飲もうって言ったらいいですよってなったんで、うん、え、そういう関係になったってこと。なんかエッチまで行ったらしいですよ、怪物くんは。うん、立たなかったらしいんですけど。あ、そういうことね。あ、じゃあ結局最後まではなかった。あ、そうそうそう、言う、もうなんでこっちは言ってやろうかなと思って、うん、え、それ怪物くんとしたってことを知ってて会ったってこと。あ、そう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 。あ、なるほど。もうすごいね。いや、もう聞くだけでインポなりそうな話。いやいや、もうあったんですけど、うん、結構最初いい感じで、もうなんか土井さんが一番いいみたいな、もう一番星ですみたいな、うん、これ絶対いけたなみたいな話して、うん、途中からでもなんか雰囲気が怪しくなって、なんかゴスケさんに会いたいみたいになって DM 送ろうみたいな、ゴスケさんに送ったんですよ、うん、そしたらゴスケさんがちょっと今から来るとか言っちゃってますちょっとバスで空気読んでやってもらって、小杉さんでも、ああ、来ようとしたんですけど、うん、なんか偶然なんか先輩芸人さんと一緒だったみたいで、うん、やっぱ行けないみたいになって、おー、すぐみたいな。あ、でも、それでなんか友達呼ぶみたいな流れになって。ああ、友達呼ぼう。男友達呼ぶみたいな流れになって。ってこと呼んじゃって。で、結局、エッチできず。小杉さん？小杉さんで、ああ、壁つくエッチできたのに、なんか自分できなくて。ちょっと枕濡らして、悔しすぎて。吐きそうやな、その後、うわ、気持ち悪い。気持ち悪い、気持ち悪い。吐きそうやな、この後。うわ、気持ち悪い。いえ、気持ち悪い。じゃあ今、今は5ですね。はいはいはい。じゃあ10分だったんで、はい、いいよ。お、後ろまで、後ろまで。ああ、汗かいてるか、背中。この汗はサウナでしょうか、激辛でしょうか。え、そうなの。はい、正解です。はい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 。ああ、まだまだあれやな、激辛こうへんねんな。あ、そうです、意外と。ちょっともうマジでやろうと思ってるんで。いいよ、別に再生時間とか考えていいで。あ、本当。そのほんまに溜めて溜めて引っ張って引っ張ってしてくれてもいいから。あ、わかりました。じゃあ第4ラウンドやな。おお、そうですね、ちょっと、はい、まだまだですか。なんと、まあ、マジですね。はいはいはい。もうね、自分がジャンプでいい。あとなんか、もしかしたらクワガタが死んだかもしれない。うせやん。いや、わかんないですけど、今日は、はい、酔ってたんで。あ、元気なかったの。はい。バイト辞めるタイミングで死ぬとは。それは関係ない。なんかそれ、死ぬ死ぬで結構死んじゃうことってありまして。うん。でもなんか、あれはめっちゃ滑った日におばあちゃん死んで。ちょっと笑っていいんか、これ。いや、まあ、大丈夫です。で、自分が言ってる。あ、そうね。あ、そうそう、お前、さて、クワガタの話の並列して、お前、おばあちゃんの死んだ話すんなよ、お前。っていうのが、はい、いろいろ。そもそもぐらいです。今、どんぐらい？はい、生です。あ、ちょうど。ちょっと、はい。じゃあ、いいよ。うん。ちょっと違う、ちょっと違う、ついてはいはいはい。背中ちょっと後ろ、背中、背中の汗。あ、はいはい。変えてる、変えてるかな。ごめんなさい。この汗はサウナでしょうか、激辛でしょうか。激辛。正解。やばい、ちょっと殺して。やった。あ、はいはいはい。なあ、きそう。さてさて、
ちょっと今回騙されんかったけど。いや、当てないね。あかんな、ディズニー行かれへんな、まだ。止めてほしい。辛かったな。辛すぎ。俺、閉めてんの。すごい、口動かせないの。本当に。じゃあまた別のゲーム考えるか。パンツびっしょりなんですよ。ちょっと、はい、触ってみよう。いや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 、ちょっと触ってみよう。いやいやちょっと、給油。早く止めてくれって。次回、またなんか。いつも戻す。まあまたなんか月下対決企画を思いついたら提案するんで、そろそろ勝ちたいな、カズくん。勝ちたい。もうやりたくないです。勝てたら終われんのにな。終わんな。勝てたら終わる。じゃあ、いいよ。おしろ、いつ